こんにちは、麦です。今日はね、ある実験をしてみようと思います。というのもね、たまに麦がね、部屋からいなくなったってなるんですよ。その時ね、このね、狭い隙間をね、脱走してる時があるんですよ。なので今日の麦は、何センチの隙間を麦は通ることができるでしょう。はい、そちらを今日はやってみたいと思います。というわけで、隙間を作りましたので、まずはこの幅ね、ただいまの隙間14センチ。麦、これ余裕やね。おいで。余裕すぎた。はい、麦ちょっと向こう行って。はい、続いてね、12センチ。余裕やね。麦、おいで。余裕やね。マジ余裕やん。はい、さらに狭くしてみよう。いいよ、先に測って。あ、麦、おいで。はい、続いて10センチ。いや、もう通ってる。余裕。10センチよ、10センチ。余裕。7センチ。9センチ行ってみよう。9センチ。はい、0。0から。9センチ。今ね、9センチ。はい。麦来れるかな？お、余裕。9センチ余裕やね。すご。はい、そっち行って。次、8センチ。続いては、もうちょいここね。はい、次8センチです。めっちゃ狭いよ。麦、おやつでおびき寄せる。余裕。ちょっとお尻が引っかかる。余裕すげえ。麦、マジ8センチよ。この隙間、このサイズがですよ。まあちっちゃい方やけどさ、これは無理だ。7センチ。この隙間。私の拳がギリギリ入る。もう僕の拳は入らない。これは無理だろ。これは無理やな。麦は8センチやな。麦、おいで。ああ。ちょっと開けたけど。ちょっと開けたな、今。押さえとかないけんね。押さえとこ。これが今ね、7センチ。7センチ。うん、ちょうど7センチ。はい、麦、そっち行ってみて。いける？おお。いけるんや、7。7センチいけるな。もう無理ね、6センチは。麦の限界は7センチだな。7.5いこう。7.5。6.5。あ、6.5ね。押さえとって。おお。ちょっと動いた気がするな。でも 6.5 も通るの、麦。ちょっと動いた気がするな。6.5 かな。麦の限界は。これぐらいね、うん、この隙間を麦は通れます。もう一回押さえとって。いいよ、今 6.5、うん、麦の大好きな 6.5。 6.5 通った。すごい。ここ通るの、マジで。わかりますか、この隙間。俺のね、指4本分。すごいね。麦の記録は 6.5 センチです。この体がこの隙間通るんよ。信じられる？この体でこの隙間。びっくり。そら脱出するよね。すごいすごい。
まあ実験結果、麦は 6.5 センチの幅を通り抜けることができます。麦、すごいね。